ネス天国沖縄をお送りしております。早速ですけども、はい、本日のゲスト様を紹介して、じゃあ、はい、ご紹介したいと思います。合同会社30代表のですね、上城優斗様です。上城さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いや、もう上城さんとはもう長い付き合いでですねさっき始めてあったんですけどそうですね、ついに10分前ぐらい、はい、番組始まる、いや10分もじゃないですよ、多分経ってないです。7分前ぐらい、すみません、ギリギリに来ちゃって初対面で今、はい、始まって感じです、うん、まあ、これそれはそれでいいんですよ、はい、よくあることですから、はい、あ、そうなんですね、はい、あの合同会社30という会社をされている、はい、ということなんですけども、はい、まあ、まず番組の、ね、あの冒頭ですので、ね、ご本人の方からも、ね、自己紹介の方をお願いしたいんですけども。はい、あ、はい、わかりました。私は合同会社30代表の上城優斗と言います。で今、年齢は24歳に、つい最近になりました。はい、はい、そうです、最近です。で、沖縄国際大学に、これも通ってたんですけど、はい、今ちょっと休学というか席をちょっと外したので、はい、助席になるんですけど、はい、まだ卒業はしていなくて、できれば、まあ、来年ぐらいには再入学して、はい、あと数単位なんでそれを取って卒業して、で、まあ、今その中で、会社も家事代行サービスっていう中 をメインにして、経営している形になります。はい、もうすぐ24歳。そうです、24歳になりました。最近、はい、先月です。ちょうどね、僕の半分なんですよ。あ、そうなんですか。うん、だから何って言われたらそこまでなんですけど、まあ、いろいろ共通点もありまして、僕も実は沖縄国際大学の卒業で。あ、そうなんですね。そうですね、僕は医学部だったんですけど、沖国の、沖国に医学部が、はい、でも、じゃあですね、学生起業っていうことなんですか。そうですね、はい、大学4年生の時に起業させていただいたので、はい、学生起業って響きがいいね。すごいですね、なんか学生の時ってなんかひたすら、ね、なんだろう、この授業とかを楽しみつつも、ね、なんか他の活動もするんですけど、うん、その活動ってそういう起業とかではなくて、うん、ただ楽しむことみたいな、コンパクトね、はい、僕学生の時ってもうただひたすら飲み続けてたので、あ、その学生の時に起業しようなんか、うん、僕ね、企業どころか就職がしたくなかったんですよ、はい、もう絶対に就職なんかしてやらないと思って、うんうんうん、そもそも大学行った理由は就職したくないから行きましたからね。あ、でも自分も同じ感じ。4年間なんか社会的に認められるじゃないですか、学生っていうのは、うんうんうん、そのためにあの大学行ったので、うんうん、まあ、その中でね、あの学生で起業するっていうのはね、僕からしたら本当にすごいなって思うんですけど、うん、それ起業しようと思ったきっかけって何だったんですか。ですね、まあ、自分も同じようにも就職がしたくないっていうところはずっとありまして、はいはい、まあ、ただ結果的にお仕事をしていかないと、まあ、ずっと学生ではいられないので生きていけないっていうところもあって、はい、まあ、であればやっぱり自分で何かサービスを作りたいなっていうところはずっとあったんですよ、はいはい、で大学の2年生の初めぐらいですかね、はい、の時からちょっとインターネットを使って、うんうん、物を販売してみたりだったりとか、うん、はいはいはい、中国から仕入れてっていうことをやってみたりとか、はいはいはい、ブログを書いてみたりっていうことを、うんうん、やって、で3年間それを続けてたんです、はいはい、もうバイトはやめてそれだけに、うん、集中してやっていて、でその何だろうな、大学4年生に上がった時に、うん、まあいろいろ就職も見つつ、まあ、個人でやるっていうのも見つつって時に、はいはい、まあ、ずっと個人で物を販売するっていうのが、うんうん、これはずっとやっていけるのかっていうところにちょっと不安もあったので、うん、はい、であれば何かしらのサービスを作りたいっていうところで、どういったサービスに需要があるのかなっていうふうに考えた時に、まあ、これ一つちょっときっかけがあったんですけど、うん、自分の、すごい大好きだったおじいちゃんの方が、はい、病気でちょっとすごい体調が悪くなった時期があったんですよ、そのタイミングであって、で、そこにまあ自分の親の兄弟が、うん、毎日通って、はい、看病するっていうことがあったんですけど、うんうん、うちの親が4人兄弟になるんですよ、はいはい、うん、でこの4人で、まあ、交互にお家に行ってお世話をするっていうことをやってたんですけど、うん、これがですね、まあ、4人いるから、まあ、まだギリギリ成り立っていて、はい、じゃあ4人いなかった場合2人だったりとか1人、ね、そうですねって場合に、自分の、まあ、家庭もで料理を作って、うん、その後に夜行くっていうことをしてたんですけど、これ1人だったらすごい大変じゃないかと。そうですよね、
のその人も体調崩す可能性あるんですよね。そうなんですよ ね。ですごいやっぱり、まあ、自分の親のお世話なのですごい嫌ではないと思うんですけど、うん、全然、うん、それでもやっぱり家庭があり、うん、お仕事もあり、うん、中でやっていくっていうのはすごい大変なんじゃないかなっていうのを感じて、うん、で調べたら、まあ、ヘルパーさんとかっていうものはやっぱ、はい、サポートするお仕事って他にもあったんですけど、うんうんはいはい、どうしてもやっぱり介護保険の中でっていうことで、はい、結構縛りが、うんあって回数制限だったりとかもあるっていうのをその時に初めて調べてみて気づいたので、じゃあそれを補える何かがないのかなっていうふうに調べた時に、県外には、まあ、家事代行サービスっていうものが結構普及していて、で沖縄県で見ると中部にはもうほとんどそういうサービスが、まあ、自分が見つけられなかっただけかもしれないんですけど、まあ、ただ大学生の自分がスマホで検索して見つけられないレベルのものっておそらくじゃあ40歳50歳の人って もっと見つけられないじゃないかなって思った時 にじゃあもっと、自分が、そういったサービスを作って、うん、もっといろんな人に知ってもらうっていうものを、やっていければなと思って、うん、それで家事代行サービスを始めた形になりますね。はい、じゃあ身内の人を見てビジネスのヒントが、そうですね、はい、同じように思ってる人がいるだろうと。そうですね、はい、もうなんか一冊本書けそうな、うん、あ、本出しましょうか出せるなら出してきて、いやでもいいですね、それにまた気づいたっていうマインドがね、うん、そうですね、それでやっぱ気づける人っていうのはあまりない、うん、あとね、気づいても実際に行動するかどうかっていうの話なので、うんうん、行動力ってもともとある方なんですか。ああでもなんかやってみたいなって思ったらすぐ挑戦するっていうのはやっぱ小さい頃からあったそうで、習い事とかはもう自分すごいいっぱいやってきて、あ、そうですか。ただ続かないんですけど、なんだろう、野球、バレーボール、サッカーもやりましたし、はい、バスケ部にも入って、はい、水泳と三振と太鼓も習ったことがあって、はい、あとピアノだったりとか、あのハンドボールもやってました。でいろいろな部活を転々として、もう周りからずっと三日坊主って言われてたんですけど、はいはい、これ面白そうだなと思ったら一回やってみるってことは昔からやってました。なんか同じ匂いがしますねだいぶ特殊って言われたんですけど、うん、いやでもいいですよね、三日坊主ってなんかイメージ悪いですけど、なんか三日坊主ってやらない人にはるかに三日もやってるわけだから、そうですよね、うん、までの行動力って多分結構、うん、そうそうそう、あとやりたいって思ってる人とやったことがある人ってえらい違いですからね。うん、一度でもね、はい、あの経験してる人って全然違いますからね。そうですね、少し知れるので、うん、やっぱりそういうのがあの多分今の活動に役に立ってる部分もあるんじゃないですか。そうですね、はい、それがまあ挑戦するっていうきっかけにもなりましたし、そうですね、はい、まああのね、あのいろいろやってきたっていうおっしゃってましたけども、まあ、実際この今のビジネスを始めてみてどうですか、はい、まあ、1年半ぐらいですか。そうですね、はい、今1年半ぐらい実際こう始めてみて振り返ってみてどうですか。振り返ってみるとやっぱり最初すごい問題が多くて、はい、まあ、どういう問題かっていうと、まあ、人間関係の問題がすごい出てきてしまって、はいはい、まあ、自分がまあ22の時にスタートしているので、うん、はいはい、最初に、雇用させていただいたスタッフさんが、50何歳かとか、もうお父さんみたいな感じですね。そうなんですよ、その50代の方2人で、はい、で、まあ、女性だけをうちはもともと雇用させていただいていたので、はい、まあ、2人とも女性でということで、女性の気持ちもわからないのにさらに、まあ、30歳ぐらい年上の方ってなるとやっぱ自分の当たり前と相手の当たり前っていうのが違うってところで、はい、もっとこうしてくれよっていう、まあ、ところがすごい多くて、それでやっぱり辞めちゃう人がいたりとかっていうのが1年ぐらい結構続いて、1年ぐらい、はい、でどうそれ最初の壁だったんですか。そうですね、やっぱり一番の壁はこのスタッフさんとの壁、で相談できる人も、まあ、周りに自分でやっていて、はいはいはい、50代の方を雇用してという方がいなかったので、うん、はい、相談もできないなっていう中で、そこがまず最初の壁でしたね。あの言える範囲でいいんですけど、はい、どういうところがこうなんですか、意見のすれ違いというのは。ですね、まあ、例えばなんですけど、はい、まあ、お仕事の日に、はいはい、なんか子供が体調悪くなったから、うん、はい、今日はやっぱ無理ですみたいな形で来るのとかって、はいはい、まあ、お子さんいない自分からすると、はい、まあ、それが1回だったらよかったんですけど、うん、これが何回もあったんですよね、はい、月に、はい、で、まあ、今だとお子さんって、まあ、結構ちっちゃい子って熱が出るっていうのが、うん、もう分かってきたんですけど、はいはいはい、最初の頃って
本当かそれはっていうところをちょっと思っちゃったりすることが出てきてたんですよ。もう数が多すぎて、でその度にやっぱり振り回されたり、うん、新しいじゃ他のスタッフさんに連絡するなり、うん、お客さんに誤りを入れるなりっていうことが多くて、うん、それがじゃ数が増えていけば増えていくほどそういうことが多かったんですよ、うん、でまずはそのお客さんの熱だったりとか、うん、あとそういったなんだろうな、自分の中では当たり前に、制服を着てお仕事をするっていうのが、うんうん、その50代の方からすると、まあ、仕事内容が家事だから別に私服でもいいんじゃないかみたいな、はい、そういったちっちゃい対立なんですけどまあ、和夫が何言ってんだみたいなことがちょいちょい昔はありましたね。その若さゆえにっていうのもあったんですね。そうですね、やっぱお客さんも最初は不安がってましたし、はい、やっぱ会った時にどうしても、もう第一声が必ず若いっていう。なるほど。20歳なんで、そうですね。なりますよね、やっぱり。確かにっていうのがもうパッと見学生ですもんね。そうですね、の中でも言ってたので、はい、その当時学生でしたし、はい、ってなったらやっぱりそういう年齢の壁が、なるほど、年齢の壁とそのスタッフさんとの壁、そうですね、すごいきつかった。どうですか今となっていろいろやっぱりこう分かったことっていっぱいあるんじゃないですか。そうですね、まあ、自分の当たり前が相手の当たり前じゃないんだなっていうことはここ1年ですごい思い知らされて、もう自分ができないこと、できないことが理解できなかったので最初っていうのもやっぱり、1年を経て、まあ、理解できるようになったりとか、接し方っていうのもこういうふうにしたら言い回しとかね、そうですね、50代の方はやっぱりこれ言うとプライドでかかってくるんじゃないかとかっていうのをいろいろ気も使えるようになったかなと思っていて、それで今はスタッフさんも、まあ、当時よりは全然増えてはいるんですけど、うん、はい、特にそういったなんかいざこざとかはほとんどなくなりましたね。女性の気持ちが分かるようになったんですね。まあまあそれだったらしい。女性ってね、完全に別の生き物ですからね。そうですね、全く違うのでね、そうなんですよね。それもまあ20歳年離れてれば宇宙人と思った方がいいっていう風に本に書かれてたんですよ。でもそれぐらいなんだろう、いろいろ経験してきたこととか常識が変わってるのでっていう本を見て、それからだいぶもう理解できるようになりました。じゃあ今あれですか、宇宙人として見てるんですか。まあ、普通人間として見てるんですけど、何か自分と常識が違う時は、まあ、宇宙人っていう感覚であそうだよな、じゃあこういう風にして合わせないとなとかっていう、確かにお互いが理解し合わないといけないですよね。そうですね、言い方とかも変わってくるので、うん、それでだいぶ、うん、でもその中でもね、譲れないことも当然あるでしょうしね。そうですね、なんでそこがちょっと難しいところ。確かにね、30歳上の女性、想像しただけで、そうです、関わることもなかったかもしれないね。そうですね、ほとんど言ってみれば親とかの世代になりますね、はい、ちょうど親の世代ですよね。親の世代ですね。だから面接するときとかに結構皆さん言うのは、はい、息子と同い年だねとか息子よりちょっと下だねみたいなことでまず第一声が言われるので。なるほど、そうですね、確かに若さってね、そうなんですね、メリットデメリットありますもんね。そうなんですよ、そこがちょっと最初は大変だったかなという感じですね。確かにあるよね。で僕もやっぱりこう20代の時いろいろやった時と今とやっぱ全然違いますよ。やっぱ違います、うん、やっぱりやりやすくなってますね。うーん、いろんな意味でやっぱ年齢もねそういくし、うんうんうん、やっぱ実績とかも自然にね年数とともに増えてくるので、ああそうです、それいろいろやりやすくなるんですけど、うんうん、まあでもね、若くしてこれをいろいろ経験してるっていうね、今後すごい糧になるんじゃないですかね。そうですね、すごい、まあ勉強もさせてもらってますし、うん、教えてもらうことも多いので、うん、はい、そう、まあ、授業内容としては、はい、まあ、料理の代行、清掃代行、はい、まあ、草刈り、はい、高圧洗浄、そうですね、スモーコーティングっていうのがあるんですね。そうですね、これが、まあ、メインでやってるのはその上の2つんで、はい、基本的には、お家の困りごとですね、うん、お掃除から、はい、料理、まあ、買い物も、はい、代行してますし、はい、外清掃というのを基本受けてなかったんですよ、はいはい、ただこの1年間で、やっぱ外もやってほしいっていう声が多くて、うんうん、結構やっぱ高齢の方って逆に外の方が対応に当たったり体力使うからとかっていうので、夏の日とかね、そうなんですよ、お願いがあったんですけど、うん、まあ、うちもスタッフさんが女性だったので、うん、やっぱ女性のスタッフさんとかってやっぱ室内と外ってやっぱちょっと違う、日焼けするしとかっていうことになってきてたので、ここに関しては今男性
の、スタッフさんと一緒にやっていて、はい、男性スタッフが外、女性スタッフが室内っていう形で分けさせていただいてます、はいはい、いやこれね、僕子供3名いるんですよ、はい、まだちっちゃいので、あそうめちゃくちゃ行ってるの分かりますよ、あの例えばうち夫婦じゃないですか、うん、どっちかが体調崩したら結構家ごたごたなんですよ、うん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 、負担がすごいので、そうですよね、はい、でこれめちゃくちゃ助かりますよ、両方ちょっとした助けがめちゃくちゃありがたいんですよ、あそうです、あの嫁が朝起きて体調崩しましたって日があって、その日子供の弁当の日だったんですよね、あそう弁当なんか作ったことないじゃないですか、うん、でもあとね、あの30分とか1時間ぐらい弁当完成してないといけないわけですよ、もうパニックるんですよね、そうです、それはあのね、もうだからスマホ片手にね弁当の作り方に検索してながら一緒に作って、うん、これめちゃめちゃ分かります、ほんとにあの特にね、あの高齢者の方とかね、そうですね、共働きの人とかね、はい、あとあの妊婦さんとかもご利用が、うんあったりはしますし、うんはい、あの自分もあの利用してるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。っていうのもあの最初は自分でお家の掃除ってやってたんですけど、はい、どうしてもやっぱバタバタしてくると自分のお家が荒れてくるっていう状態に、自分の会社に依頼してる。そうなんですよ。それで自分のスタッフさんにお願いして、月に何回かお掃除に入ってもらったりとかっていう、楽しいですね、ことはお願いしたりする時があるので、うん、でもこれも需要が、需要があったんですよね。そうなんですよ。でもやっぱり利用してみて、あやっぱすごい助かるなっていうところだったりとか、ね、逆にこういうところもうちょい、気にしてほしいなっていうところとかって、やっぱお客さん側の立場になって見ることができるので、うんうんうん、っていう意味も踏まえて、月に何回かは利用させていただきます自分で、はい、これね、あの肉体的だけじゃなくて精神的にもあのちょっと休む時間って絶対大事だと思う、うんうん、そうですね、小さい子がお母さんとか、はい、気が休まることないですからね。そうですよね。お母さんってすごいバタバタ、連休もないですからね、はい、24時間体制ですから彼女たちって。そうなんですよ。それもお仕事はずっと続くので、うんうん、いやこれは喜ばれるでしょうね。あやっぱ実際やってみて、はい、あれですか、ニーズがあるだろうと思ってやっぱ当然起業したと思うんですけど、はい、やっぱり実際関わってみて、はい、やっぱその現場からのニーズがすごいあるなっていうのを感じたんですか。あそうですね、あと最初とのイメージの違いとしては、自分最初結構高齢の方が多いんじゃないかっていうイメージでスタートしたんですけど、まあやってみると結構自分はホームページでお客さんからの依頼が来ることが多いからかもしれないんですけど、結構やっぱ40代の方、30代、まあ言ったら20代の方とかも利用者さんはいたりするので、まあ高齢の方だけじゃなくてそういった若い人たちにも需要あるんだなっていうのをすごいやってみて知ったことでありますね。やっぱりなんですか、子育て中の方が多いんですか。そうですね、あとは特にお子さんいないけどやっぱ共働きしてる方とかってどうしても帰ってきて、ね、2人とも仕事してるのにじゃあ家事どっちやるのかって、そうですよね、問題が出てくるので、うん、やっぱお子さんいる方もそうですし、いない方もご利用はありますね。確かにそれで結構揉めたりもしてますよね。そうですね、やっぱりね、そうなんですよ。それもやっぱり当たり前のように女性がやるみたいな風潮だったと思うので、はいはい、それでやっぱでも今も仕事って普通に女性の方もやられてるので、今だったらじゃああれでしょうね、当たり前に三女がやるってなってるんでしょうね。そうですね、そこの中ではそうなってもらえるとすごい助かるんですけどね、うんうん、なるほど、いや面白いですね。いやでも、この起業したきっかけがいいですよね、自分のね、身内の不都合を見て、あの同じように困ってる方がいるだろうっていうね、うんうん、いや、やってみたら実際たくさんいたと。そうですね、はい、予想外の顧客もいたと、はい、いうことですよね。そうですね、気づきは多かった。忙しいですからね、今ね。そうですね、働き当たり前ですしね、うん、まあでもね、あの掃除する時間をまたそのね、家族との食事に当てたり、はい、ね、スキンシップに当てたり、子供との時間に当てるっていうこともできますからね。うん、そうですね、うん、そういう意味でもね、素敵な仕事だなと思いますね。あ、そうですね、はい、で、あの前半いろいろ伺ってきたんですけども、あの CM を挟みまして、またこれもね、引き続きいろいろお話を伺っていきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。あ、はい、よろしくお願いいたします。はい、一旦 CM です。はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております。本日のゲスト様は合同会社30代表の上城優斗様です。後城さん、引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いや前半ね、もういろいろお話伺って、
すごいなと思いながら聞いてたんですけども、僕すごく気になったんですけど、この三十っていう名前の由来って何なんですか？はい、三十の名前なんですけど、三がまず太陽の三になってまして、はいはいはい、で十っていうのは、まあ、沖縄の方言でヤーニン十っていう、はいはい、家族だったりとかっていう意味があるっていうのを聞いて、まあうちのサービス自体が、まあ、外清掃も中清掃も含めて、お客様のお家の中でやらせていただくっていう結構特殊なサービスになるので、まあ、お家に入らせていただくからにはやっぱり太陽の明るさを、入れていきたい、まあ、うちの、サービスに関わってそれでやっぱり助かったとかっていう笑顔っていうところを増やしていきたいっていうところで、家族に明るさをっていう意味で30っていう名前にしました。いや、素敵な由来じゃないですか。ありがとうございます。学校の授業はあまり行かなかったですけど、ね、そんなことは考えてたんで学校に行かず、学校に行かずにこれ考えてたんですね。そうなんですよ。そうすると単位落としちゃうっていう。いや、僕結構名前、会社の名前って結構気になって、はい、必ず聞くんです、ね、ああそうなんですね、うん、いや素敵なあれですね、由来ですね。ヤーニン十、確かに家に入るわけですからね。そうですね、ライブ特集では、やっぱりこう、この人が来て明るくなるとか、この人が来て空気がどんよりするとかもありますよね。そうですね、やっぱ変わってくる。やっぱ掃除するだけじゃなくて、やっぱり行くからにはね、本当にこう、なんていうんですかね、こう来てもらってよかったとか、素敵な時間にしてあげたいですもんね。そうですね、で、また来るのが待ち遠しいっていう状態になってもらいたいので、うん、そうですよね。それこそヤーニン人になったらいいですよね。そうですね、はい、いや、素敵ですね。太陽になると。そうですね、太陽になろうと思ってます。社長自らも使ってるサービスですからね。はい、ニーズがあるんでしょうね。そうですね、すごい助かっている。でも他にあれですよね、まだまだ気づかないニーズというか顧客層っていうのはいるかもしれないですね。そうですね、これからもうちょい認知を広めていけば出てくるかなとは思いますね、うん、これはですか、基本的に依頼したいと思った時にはホームページで。そうですね、はい、ホームページを見ていただくことが多くて、はい、まあ、そこから、お電話か、LINE ですね、はいはい、かメールの3つから、はいはい、つ、今どきですね。そうなんですよね、やっぱり結構 LINE から来ることも多いんですよ、はいはいはい、なんで電話が苦手な方とかっていうのはやっぱり文章で、問い合わせてくるので、うん、この3つの種類から問い合わせすることが可能です。なるほど、はい、30っていう入れる、検索すると出てくるということでよろしいですか？あ、はい、そうですね、家事代行サービス30というふうに検索していただけると、はい、表示されます。これは県内全域どこでも大丈夫ですか？ですね、これが今対応できているところがですね、はいはい、南で那覇までになってるんですよ、はいはい、で、北で今恩納村にお客様がそうですね、一世帯いたりはするんですけど、うん、なんで基本的にはもうエリアはその中になっているので、うん、今名護だったりとか、うん、糸満とかまで行けてなくてですね、で、まあ、ただどうしてもご利用がしたいっていう思いでがすごい電話であったりするので、うん、その場合のみ、スタッフさんにちょっと許可を取って、行ってもらうってことはあったりします。あ、どうして持って行ったら行く、これラジオで言ったらどうしてもって。そうなんですよ、これどうしてもってところでちょっと話し合いをして、でそこでスタッフさんがいいですよっていう形で言ってくれれば、はい、行くこともあったりはしました今まで、はい、ただその中ですね、基本的にはな、まあ、でもあれですね、今後その依頼が増えるとまた考えないといけないかもしれないですね、はい、そうですね、やっぱ北部支店とかね、うん、なそうですね、なんで本当は全域にやっぱり届けられるようになっていきたいなっていうのがあるので、はい、うん、はい、あれですか、まあ、1年半、はい、起業されてっていうことだったんですけども、はい、まあ、今後の展開としてもなんかいろいろ考えみたいなんですか？そうですね、今後の展開としましては、うん、まず、先ほど言ったように、うん、まだ沖縄全域に届けられていないので、はいはい、やっぱどうしても名護の方、本部の方とかから電話来た時にちょっと断るのが心苦しいというか、すごい申し訳ない気持ちになりますし、利用したい人にやっぱ届けるためにサービスを作ったので、うん、これは、沖縄全域にサービスを届けていけたらなっていうのはすごい思ってますし、でそこで、ある程度やっぱり固まってくれば、うん、今度は県外の地方の方に、はい、サービスを届けていけたらというふうに考えてます。やっぱりこの地方でも首都圏の方とかだと、うん、すごいサービスはまだ届いてるんですけど、おそらく地方の方ってまだ届いてない県が多かったりするので、そういう届いてないところに届けていけたらなという。離島とかね。そうですね、そっちの方が逆に大変じゃないですか、例えばこう近くにデパートがないとか。そうですね、結構買い物難民みたいな人多いですもんね。あとやっぱり
若い方って出て行っちゃうので、はい、離島って、はいはい、そうですよね。ちょうど先週だったかな、石垣島に、うんうん、はい、行ってきたんですけど、はいはい、その時にやっぱりそういった若い方が出てったりとかっていう状況も聞いたので、うん、やっぱそういうところにも届けていけたらなというふうに、はいはい、考えてます。あとですね、雇用の確保にもすごいつながりますよね。そうですね、主婦の方っていうのはやっぱり料理だったりとか掃除っていうの得意でしょうから。そうですね、で合間時間でできるっていうところで、うんうん、はい、そうですよね、うまくマッチングしましたね。あ、そうですね、まあ、まだまだなんですけど、僕も始めようかな一緒に徹底的にパック。これは定期的に利用する人が多いんですか、実際1回が多いですね、これに関しては今定期的の方が多くてですね、例えば週に1回だったり週に2回だったり、まあ、あとは月に1回って方でお掃除を利用してたりって方で、まあ、ちまちなんですけど定期でご利用される方は今多いかなと思いますね。なるほど、いやこれいいっすね。マナミン料理得意だから。いやマナミン、ね、料理めちゃくちゃ得意だ。あ、そうなんですか、自炊とかされてる。最近はしないですけど、前は一人暮らしもしてたので。ああ、そうなんですね。お菓子作らせたらプロ並みですよ。ぜひ。お風呂で生かすこともできるかもしれない。あ、そうですね、そういったお菓子、やっぱお菓子作ってほしいっていう方がいればそこにも。例えばね、一流の男性にクッキーあげるときにマナミに作ってもらって、うん、私が作る。そうじゃない、結婚したらバレるみたいな。でもマナミが作り続けないといけないからね。あー、ケーキ作ってって言われたら、そうそうそう、依頼が来て、うん、いいんじゃない。初めたら今度は私の心がなるほど、うん、いやでもね、本当に何ていうんですか、単純にこう料理作ったりとか、はい、清掃代行してるっていう感じじゃないですね、お話伺ってると。あ、そうですね、うん、本当に家庭円満につながるサービスだなってすごい思いましたね。あ、ありがとうございます、うん、なんでこのサービスで、まあ夫婦喧嘩が少し減ったっていう声もちらっと聞いたりしたので、よかったなっていう。確かにちょっとしたことで喧嘩するみたいですからね。そうですね、やっぱ積もるらしくて、はい、イライラが、うん、それが解決されると。誰が掃除するのみたいな。そうですね、私も働いてんのよみたいな。そうですね、毎日私にさせてみたいなことが出てくるそうなので、うん、なるほどね、はい、いやいいですね、今後またね、県外離島とかにもね、展開していくという。そうですね、あの自分西表島に住んでたこともあるので、うん、はいはいはい、2年間なんですけど、はい、なんでやっぱそういうところにも、はい、つなげていけたらなというふうに考えて。あとはですね、やっぱりこう例えばお年寄りの方は特にそうだと思うんですけど、こう話をするきっかけにもなりますよね。うん、そうですね、あのやっぱり会話ができるので、うん、はいはい、それで利用されている方もいるんですよ、実は。なるほど、ね、あの息子さんが、自分の親のお家にやっぱ行ってほしいっていうことで、毎週1回、顔出して声をかけながらお掃除をして。週1回全然違うでしょうからね。そうですね、じゃないとなんか毎日が同じ感じになるらしくて、来客者も来なければ、はいはいはい、大体お家でもテレビを見て1日が終わる。なるほどね、そのちょっと変化を加えたいってことで、はいはい、利用されてる方もいます。会話もするし、あの家もきれいにしてくれる。そうですね、うん、で体調の状況とかも聞けたりするので、うんうん、はいはい、それをうちはまた息子さんの方に報告したりもしてるんです、うん、あ、そうなんですか。そうなんですよ、なんで医者、さんが息子さん娘さんだった場合とかは、うん、今日こういう掃除をしてこういう形で話してますよっていう連絡は、あの LINE を登録いただいてる方にはあの毎回するようにしてるので、うちは、うん、近況報告を行ってます。本人からの登録じゃなくて、こういう娘さんとかからのなんか依頼というか、はい、あ、全然ありますね。なんで自分の親のところに行ってほしいとか、やっぱどうしても息子さん娘さんが県外にいてとか、うん、ちょっと離れてて毎回行けないから料理を作ってほしいっていう形で行って、その時に声をかけて、うん、で LINE で報告するっていうことはやってます。でもね、あの娘さん息子さんからしてもやっぱり本当にやってあげたいんだけど、例えばいろんな事情でね、はい、県外にいたりとか近くに住めないっていう方いらっしゃると思うんですね。後ろめたい気持ちもあると思うんですけど、はい、うん、それでね、その人たちの気持ちが少し柔らかくんであれば、すごくいいことですよね。そうですね、うんうんうん、またさっき言ったように、
その娘さん息子さんも行ってるんですけど、うんうんうん、どうしても二人兄弟とかで、はいはい、毎日見られないっていう自分が最初にイメージした状態で、うんうん、問い合わせてくる方もいますね。いやこれもう定期的だったら本当にその通りヤーニングになるよね。うん、そうですね。そこでちょっとまた絆が、ね、確かに。なんか現代にやっぱり合致してるというか、うん、こういうちょっと疎遠になってる人とかも多いからこそ、うんうん、それを見てくれる人っていうのが必要なんじゃないかな。こんな時代だからこそ直接話するっていうのは大事ですよね。そうですね、顔を見て直接っていうところやっぱりこう、何ですかね、いつの時代も変わらない大事な人と会うっていうサービスを現代風の LINE で、うん、LINE でやるっていうこのギャップがいいねそうですね、問い合わせとかは、はい、LINE で要望も LINE でやろうって思ったきっかけはあるんですか。まあ私自身が何かじゃあ利用するってなった時に、電話じゃちょっと恥ずかしいなってことだったりとか、恥ずかしいというかちょっと人見知りなところが自分はあって、文章だったらまず送っといてっていうことができるので、なんか時間とかも気にせず LINE だったら送れるんですけど、例えばじゃあ8時以降とかにサイトを見てる方が電話できるかって言ったら、なんかお店閉まってるんじゃないかとか、いろんな気を無駄に使っていただけるので、ってなるとまあ LINE だと気を使わずに、メールもそうなんですけど、なんで夜の問い合わせとかってやっぱほとんど LINE なんですよ、はいはいはい、とかメールで問い合わせてくれるので、うんうんうん、そういったまあ24時間いつでもその空いた時間に問い合わせをしとけるっていう状態がやっぱり LINE なんですよ。あと文章として残りますもんね。そうですね、なんでこっちも覚えやすいっていうところがあるので、うちは受ける側もあれですもんね、都合のいい時見れますもんね。そうですね、見返せますし、うんうん、うちはスタッフさんとのやり取りも基本も LINE なんで、電話ではなくて LINE で文章に残して連絡してるので、はい、シフト連絡とかすべてLINEになっちゃいますか。うちは。はあ。でも私たちもLINEです。考えて。ああ、そうなんです。僕LINEの使い方めちゃくちゃ怪しくてですね。ああ。周りがLINEやってるから仕方なくやってるところがあって。使い方よくわからないです、いまだに。あ、マナミンとLINEしたことないね。ないです。メッセンジャーですね。あ、そうなんですね。メッセンジャー。でもやっぱそういう最近のこういうのが機能もあるからですよ、うん、そこも生かして。そうですね。はい、そうですね、うん、いやでもなんかこう上城さんたちの年代ってなると、やっぱり IT 系とかネットを使った仕事っていうふうに行きがちじゃないですか、はい、で僕の勝手なイメージかもしれないんですけど、はい、ただこの上城さんたちの若いね、まだ24歳っていう若さで、やっぱりこう人と接するのが大事っていう事業を始めたっていうのは、いろんな意味があるのかなっていう思って、うんうん、だからその若者たちにね、これからどうしていこうかって悩んでるといっぱいあると思うんですけど、うんうん、まあ、そこのちょっとパイオニア的な匂いがします僕しかもね、生き生きしてるじゃないですかね、うんうん、ありがとうございます、ね、やっぱり人に喜んでもらうのが好きなんでしょうね、うん、そうですね、また人と話すことも好きなので、はい、うん、でも人見知り、そうなんですよ、人見知りなんですけどでもやっぱ高齢の方とかと話すのは好きで、なんかその1対1とか、うん、お客さんのうちに行くのは全然人見知りしなくていい、はいはい、おばあちゃん子ですか。おばあちゃん子です、かなりおばあちゃんおじいちゃん子で、なんで逆に学校とかのそういった同い年とかのグループの中に混じっていくのがそういう人見知りするんですよ。なんかこう思われたらどうしようとかって発言とか気になるんですけど、お年寄りの方だと全然今お客さんに人見知りすることはあんまないですね。うん、緊張もしない。やっぱりそうなんですね。確かに。でもおじいおばあと喋るって面白いですよね。面白いですね。やっぱりそういう経験があったのか、ね、やっぱ教えてくれることも多いですし、うんうん、すごい優しく接してくれるので、本当に、うん、温かい気持ちになります。加盟攻撃されないですか。あ、されますあ、されるんですけど、それも結構嬉しいっていう、はい、あと自分結構お菓子とかも好きなんで、あ、なるほど、すごいいっぱい出していただける。あ、マジですか、うん、今度誘ってください全部食べちゃう感じで、うん、あれ、加盟攻撃ロックオンされたらもう終わりですからねすごい出てきますからね。僕もね、僕も結構おばあちゃん子だったんですよ。あ、そうなんですか、うん、で、おばあがね、なんかこう天候でなんかこんなすごいジューシーメイとか出すじゃないですか、うん、もうやっと食べるわけですよ。
もう死に物狂いで残しちゃ悪いからって、おばあもうこれで終わりだよって言って、もう分かったってまた同じのが出てくるんですよ、これが何回も続くんですよ。もう食べないが通用しないっていうね。ありますね。もう最後もう倒れそうなぐらいあれもね、あれでまたいいっすよね。そうですね、すごい思ってくれてるな、ありがたいんで。まあでもいろんなね話も聞けるし、はい、いろんな体験とかね。そうですね、おばあちゃんたちのいろんなノウハウも聞けますしね、いいですよね。そうですね、なんかアドバイスしてくれることもあったりするので、ね、逆になんかそれなんか別の何かできそうな気がしますね。ああそうですね、そういった僕自体もこれからなんですけど、はい、おばあチャンネルっていう YouTube 番組作るんですよ。へえ、そうなんですか。それなんかやりません一緒に。あ、ぜひぜひ。どういうチャンネルにする予定なんですか。単純にあの沖縄のおばあってすごいじゃないですか。とんでもないおばあがいっぱいいるんですよ。とんでもない、とんでもないおばあが、化け物みたいなおばあが。そうですね、で、そういうおばあのことをどんどん表に出すことによって、おばあつでも嬉しいし、でその話聞きたいっていう人多分いっぱいいると思うんですよ。あー、そうですね、でそれを使って何かこうお互いのメリットになるような番組があればなと思って、で昔の言い伝えだったりとか昔の知恵だったりとかも聞きたいし、おばあがこの手頑張ってるのを見たら頑張ろうっていうのもつながるし、でそれを見てまた元気であったり、なんか面白いと思ってくれたらおばあ自身も嬉しいだろうし。そうですね、それをちょっとね、おばあチャンネルっていうね、あ、YouTuber だ、YouTuber っていうチャンネル、はい、いいですね。また逆に高齢者の方がまた YouTube を見るかもしれないですね、その姿を見たいっていうことで。最近の方がすごいですからね、普通にライトしてますからね。してますね。自分の使い方を教えることがあるんで、お客さんのうちに、これどうすんのとかって。いや今の方がすごいですよ。すごいですね、本当に。確かに。でそれもねやっていきたいね。それはやりましょうよ。あ、ぜひ、はい、あのやりましょう。誘ってください。一見出演する依頼増えるんですか。あ、もしかしたら、もしかしたら掃除はいいよって言われるかもしれないですけど、来るだけでいいからみたいな。来て話してくれ、撮影してくれとか。あ、別のニーズが。この話聞いて逆に掃除は後でいいよ、撮影は先にしてるって。あ、いやでもそういうのいいですね。幅も広がるし、なかなかおばあの話聞く機会ってないですもんね。そうですね、いやなんかいいですね。こうやって考えてみたら、そういう話し相手になってほしいっていう気持ちもあって、もしかしたら頼んでる方もいるかもしれない。あ、そうですね、おばあちゃん、おじいちゃんとか、やっぱ喜んでくれるので。でも誰かと話すると元気になりますもんね。そうですね、やっぱまたスタッフさんとかもやっぱりそういった今若いスタッフさんとかも今はいて、20代の方とかもいたりするんですけど、やっぱりその高齢なお客さんのうちに行くときに話ができるのが、楽しいっていう方もいるので、スタッフさんそう思ってるんだったらなおさらいいですね。そうですね、やっぱそう思ってないとまたできないところもあったりするのかなっていうのもあるので、もう皆さん人は好きなのかなと思いますね。でも上城さんね、見るからね、おばあに好かれそうな顔してる。おばあ顔なんですね。ね。そうっすか。おじいおばあに好かれそうな。ああ。感じしますよね。みんなの孫、おじいおばあいっぱいいますか。いやいやいや、でもすごい喜んでもらってるので、自分顔出しに行ったら。ありがたいですね。でもいいですね、やっぱこう、上城さんみたいな方のね、話っていうのをいろんなラジオとか、いろんな媒体を通じて、どんどん発信してほしいですよね。ああ、本当ですか。だから上城さんの話聞きたいっていう人いっぱいいると思いますよ、特に今の学生とかね。あ、将来どうしようかなとか、うん、ちょっと悩む時期じゃないですか。そうですね、大学入ると、そう、しかも年齢も近いし、確かに、まあ自分のアドバイスが役に立つかは分かんないですけどね。上城さんが逆に、あの今の大学生とか高校生が、はい、あの将来仕事で悩んでるんです、不安なんです、でもし相談しに来たら、上城さん何てアドバイスしますか。あ、悩んでる、これはもう就職した後ですか。いや、その就職する前に、前でも後でも、と思うんですけど、まあ就職する前と後でちょっとその状況が違うかなと思うんですけど、就職する前に相談をされた場合はですね、ちょうど昨日かな、自分の地元の後輩から相談を受けて、あの今も大学次4年生になる、後輩がいるんですけど、就職するか、あのこの子も起業したいっていう思いがあって、何かしらやっていきたいんだけどどうしたらいいんですかっていうことをその子は言っていて、に伝えたのは、
まあ、ただ起業したいといっても何をやりたいっていうのが定まってなかったので、はい、であればまずそういった、起業に必要なスキルを身につけるためにまず、会社に、バイトで入ってみたりとか就職してみたりして、そしたらやっぱりそこにいる先輩たちにいろんなアドバイスが、聞けたりとか、そこでスキルが身についてきたりするので、それから、タイミングを見て、別に起業っていうのはどのタイミングでもできはするので、と、うん、いうことで、その子には自分の知り合いの、うん、社長さんを紹介して、うん、そこでなんかバイトしてみようかなっていうことを言ってましたね。IT 系の会社なんですけど、はいはい、うんうん、まさにそうですね。僕もね、一度ちょっと相談を受けたことがあって、学生に、はい、起業したいんですけど、生活もしないといけないからバイトもしないといけなくて、今実は居酒屋だったかな、バイトしてるんですと。でも勉強していきたいけど、セミナーも受けたいけど、そのお金も時間もないからどうしたらいいですかって相談来たんです、うちの事務所に。お前何言ってんのと。もう現場にいるんだから、セミナーなんかより現場の方が一番学べるわけだから、そこの居酒屋の売り上げ上げてみてたんですよ。確かに確かに。接客かもしれないし、そのマーケティングかもしれないし、そのお店を見渡してどうやったらお客さんが来るのかなとか、どういう声かけをしたらお客さんがまたリピートしてくれるのかなっていう、そこで考えたと。セミナーなんかより現場の方がはるかに学べるわけだから、そう考えた瞬間にバイトが変わるよって、見方だよって、考え方でガラッと変わるよって言ったら帰っていったんですけど、そういうことですよね。そうですね、本当にそうだと思っていて、やっぱただバイトするのとちょっと意識変えて、はい、自分がまずこの会社のオーナーっていう意識を持って何か、売り上げをどうしたらいいのかってやると、やっぱ多分楽しさだったりとか、でも100倍ぐらい、ノウハウとか知識上がっていくだろうし、そうですね、でそういうバイト生はね、もう話したくないんですよ、オーナーからしたら。そうですね、ねえ、提案してくるバイト生がいたらどうですか。全然違うので、それで、ね、なんか文句言ってきたら、言われたんですよ、そういうも、それ文句も教えてくるオーナーだったらバイト先変えた方がいいよ。そうですね、そこそれもオーナーのレベルが低いから、もうね、そのすぐバイト先変えた方がいいよ。そうですね、そうですよね、そうだと思いますね。絶対行ってくるスタッフさんっていうのはやっぱり、今日もこの後、スタッフさんとちょっと打ち合わせするんですけど、はいはい、っていうのはやっぱり LINE の方で夜毎日熱い LINE を送ってきてくれるんですよ。感じのはこういう風にしたら、はい、もっとお客さん喜んでもらえるんじゃないかっていう LINE をすごい飛ばしてきてくれてて、それでやっぱそういう人と自分も話したいので、そうですね、であればじゃあその後時間取ってじゃあちょっと打ち合わせしましょうかっていう話になるんで、逆にそれでなんか怒ってくるオーナーさんっていうのは、まあ、やばいっすね。やばいっすね。そんな方いるんですであれば、その会社は伸びない。伸びない。完全に伸びない。でしかも、ね、その人、時給もどんどん上がっていくし、下手したら取り締まりとかになるんですよ、もう。そうですね。で、そこから起業していくと、まあまあ、すごいことになると思うんで、ちょっとした考え方、本当に目先のお金を稼ぐバイトなのか、長い目で見て自分のスキルにつながるのかどうかっていう、だから、単純にね、こう時給が高いとか安いとかではなくてね。はい、あとやっぱり社会に出たものをどうしてもコミュニケーション能力っていうのが問われるんじゃないですか。そこもね、オーナーさんとのコミュニケーションだったり、ちょっと意識を変えるだけでね、乗り方がもうまるっきり変わってくると思うのでね。そうですね、吸収が全然変わってくるかなと思うので、そういう話をしました、昨日。いいじゃないですか。あ、いやいや、そういう商売もできそうですか。いやいや、もう自分のアドバイスなんて、はい、全然ない。逆に就職した後の方に何てアドバイスですか。就職した後の方に関しては、まあ、自分のちょうど同級生が今就職して2年目ぐらいの方が多いんですよ。でやっぱ、まあ、なんか行ってくる人はやっぱりその会社への不満とか、何かいろいろあってっていうふうに話してるんですけど、の場合はその不満をまず会社に伝えてみたらいいんじゃないかっていうところがあって、なんか溜め込んでいて裏でなんか言ってても現状変わんないんで、何か本当に買いたいんであれば、オーナーさんに相談してみるなり、何かして、でそれでもダメでどうしても合わないんであれば、なんか思い詰めるんじゃなくて、自分はまあまた会社を変えたらいいんじゃないかなっていう、すごいあっさりしてるんですけど、今やっぱりいろんな企業さんが人手を欲しがっているので、自分が合う会社っていうところに入れるように、じゃあもうそこ退職していろんな会社に勤めてみて合うとこを探してみるのもいいんじゃないかなっていうふうに、まあ、なんでどういう相談してくるかによるんですけど、なんか条件がとかなんか言ってるんであれば、まあ、まずそこで全力でやってみて、それでじゃあ
それでじゃあ1年とか、まあ、3年でもいいんで、全力で打ち込んで、それでも全然給料が上がらないだったりとか、どうしてもやりがいが見つけられないっていう場合は変えた方がいいかなって思いますね。いやー、およその的確ですね。あ、全然これもこれ業種変えた方がいいですね。でもね、本当に僕もそう思うんですけど、はい、何でもそうなんですけど、本気になったら楽しいんですよね。なんか中断こそ一番疲れるんですよ。そうですね。もうやるんだったら1年3年決めて本気でやると、この会社俺が売り上げ上げてやるぐらいの勢いでやっていけば、もう伸び方も違いますし、例えばそれで結果が出ない、給料が上がらない、結果辞めたとしても、その方の経験とか実績っていうのは消えることは一生ないので。そうですね、はい、その目に見えない部分の、ね、価値っていうのをね、気づいてほしいですよね。そうですね、まあ、また3年本当に全力でやってるんであれば、うん、絶対オーナーさんが引き上げようとします。そうなんで、周りの人絶対見てますからね、うんうん、で3年本気だったらもうこれその人のスキルになりますから、ね、うん、完全に、思いますね、うん、もうこれ一生消えないスキルになりますからね、うんうん、そうですね、うん、とは思います。いやー、いろいろ熱い話がお話伺ってきたんですけど、だんだんやっぱり熱くなってきましたね。そうですね。もっと話したいというか。そうですよね、うん、延長しますか。いいです、延長料金取りますか。残念ながらラジオは延長がないので、はい、また次回ですね、はい、また機会を作りますのでね、あの本日の動画も YouTube チャンネルに上がりますので、はい、あ、そうです、はい、新雑屋 .com もしくはビジネス天国を沖縄で検索していただければ、ウイシャルさんの熱いトークが、あ、何度も見れますのでね。はい、何度も見てください。やっぱり上州さんのお話は、あの、その学生さんだけじゃなくて、はい、学生を持つ親御さんにもね、あの、こういう道があるんだよと、とあとこういう考え方でっていうのをね、やってほしいですし、あとあの同年代だから話聞くっていうのもあると思うんで、うん、ね、上州さんにはいろいろね、あの、語っていただく時間をね、これからも作っていただきたいなと。あ、はい、した。いや、1時間ね、あっという間だったんですけども、ありがとうございました。あ、いえ、こちらこそありがとうございました。またぜひ、あの、お呼びしますので。あ、呼んでください。はい。はい、あの、じゃあ、終わったらまたすぐ打ち合わせしましょう、ね。新しい事業の。はい。じゃあ、まなみもね、本日ともありがとうございました。はい、本日のゲスト様は、合同会社3時の代表のですね、上城優斗様でした。どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。